皆さん、こんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめにアメリカの作曲家ジョン・フリップ・スーザが作った行進曲コーポラン・カデッツを演奏します。スーザは100曲を超えるマーチを作り、マーチの王様とも呼ばれています。この曲はスーザの特徴である親しみやすさと華やかがある曲となっています。指揮は伊藤隊長です。どうぞお楽しみください。
のお友達もたくさん来てくれていますので、そんなみんなもよく知っているテレビアニメドラえもんのオープニングテーマを演奏します。軽やかで弾むようなリズムに思わず手を叩きたくなるような曲となっています。それではドラえもんをお楽しみください。Thank you.
のテーマ曲などで知られるジャズフュージョンバンド D スクエアの宝島を演奏します。この曲は先ほどお伝えしました映画移動辞令は音楽隊の劇中でも使用されています。サンバのリズムに乗せてスピード感あふれるメロディーが続きますので、皆さんもリズムに乗りながら楽しんで聴いてください。宝島です。どうぞお楽しみください。Thank you.
はい、皆さんこんにちは。愛知県警察音楽隊です。本日は、西区、安心防災、広場in、のりたけの森か、ごめんなさいね、はい、に、こんなにね、たくさんの方お越しいただきました。本当に、ありがとうございます。後ろの方ではですね、こちら西区を管轄するですね、西警察署さんの方もですね、ブースを展示したり、さまざまな展示を、して見えるということでもございますけれども、こちらではですね、私ども愛知県警察音楽隊の方でですね、演奏、演技、それと合わせてですね、皆様にまあお願いということで、披露させていただいておりますけれども、今からはですね、少し、交通安全についてですね、お話を、させていただければと思います。ということで、パネルさんが2枚出てきましたけれども、ちょっと3歩ずつ下がろうかね。木がですね、ちょっと今日皆様の視界を妨げてしまっていて申し訳ありませんでした。さて、1つ目のお願いでございます。1つ目のお願いというのはですね、ズバリ、こちらでございます。これ、一時停止。一時停止の標識でございます。要はですね、一時停止の場所必ず止まってくださいね、この標識守ってくださいねというお願いでございます。特に本日は、小学生ぐらいのね、お子様もたくさんいらっしゃると、思いますので、まず一つ目はこちらのお話をさせていただきたいと思います。一時停止の標識、これね、まあ、お車の方は当然、止まらなきゃいけない場所というのはご存知かと思います。でもね、お子様の皆様、これ車、自動車だけがね、止まればいいと、そんな場所でだけではないんですね。これ、自転車に乗ってても、これのあるところでは、止まらなきゃいけないんです。で、もう一個言うと、止まっただけじゃダメで、止まって、ちゃんと右と左をね、よく確認をして、車が来てないかな、大丈夫かなっていうのをね、確かめてから通るようにしてほしい場所なんです。これもしね、守らないと、止まれって書いてあるのに止まらずに自転車でパシューッと行ってしまうとね、この絵にありますように車が出てきて危ない目にあったり交通事故にね遭うというね、そんなことが、ございますので、この止まれの場所で必ず止まるようにというお願いを一つさせていただきます。そしてもう一つですね、お願いしたいことがありまして、これ持てる難しい、はいはい、これのお願いでございます。これね、小学生のお友達、これなんだかわかる人？あ、はい、じゃあちょっとその場で言ってみようか。せーの、ヘルメット。はい、ありがとうございます。そうそう、これね、これ自転車用のヘルメット。これ私の、私物でございます。毎日これかぶって自転車に、乗ってますけれども、自転車に乗るときにね、ヘルメットをかぶってくださいねというお願いでございます。ヘルメット、ね、努力義務ということでもありますけれども、やはり万が一ね、自転車に乗っていて事故に遭ってしまったときに、自転車で転んでね、膝だとか、ね、手だとかね、すりむいたりちょっと血出たよと、そんなことはね、あるかもしれないんですけど、車とぶつかって、ね、車と事故に遭って大きな怪我をするときっていうのは、大体頭に怪我をします、ね、頭の怪我が重くなることが多いです。で、やっぱり頭に怪我をするとですね、命に関わる怪我に、なってまいります。またですね、万が一というか幸いにして命が助かったとしてもですね、重い後遺症が残ることが大変多いです。目が見えなくなったりだとか手足が動かなくなったり、そんな方をね、今まで私は何人も、見てきておりますので、自転車に乗られるときですね、お子様に限らずできれば大人の方もですね、ヘルメットの着用をですね、ぜひぜひ、進めていただきますようにお願いをいたします。これが一つ目の、お願いでございます。二つ目ですけれども、これは大人の皆様に、お願いでございます。皆さん、こういう道路に白いひし形が2つペイントしてあるこの表示、見たこと、あるかと思いますけれども、これの意味ご存知の方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。どうですか。意外と、まあ、きっと皆さんご存知ですけど、こう恥ずかしくて手が上がらない、そんな雰囲気ですかね。はい、申し訳ありませんでした。これですね、また我々警察ではダイヤマークと呼んでおりますけど、これのある場所ではですね、この先に横断歩道があるよと、こんなような、道路表示になってまいります。標識でいうとこれですね。で、これなんで今回あえてお話をさせていただくかというとですね、横断歩道っていうのは歩行者、優先でございます。歩行者優先、皆さんそれはご存知かなと思います。歩行者優先ってどういうことっていうと、
歩行者がいたら止まんなきゃいけないよと、ね、こんなことです。そもそもですね、横断歩道という場所、道路交通法上ではですね、横断歩道に近づくときっていうのは、その手前で曲がれるぐらいの速度で進行進まなきゃいけないんですね。で、明らかに歩行者がいないよっていう場合であれば、そのまま通っていいよと、そんなような場所になってまいります。で、どうしてもですね、歩行者がいるところ、横断歩行者妨害っていうのはですね、交通事故に直結する違反になってまいりますので、県警としてもですね、これ結構活発な取り締まりをやってます。これ言っちゃっていいかな、そこの横断歩道でも結構取り締まりをやっているのは見ますので、横断歩道があるところではですね、必ず歩行者がいるかいないかっていうのを確認して通っていただきたいんですね。そのためにも道路を走っていて、よいしょ、道路走っています。これ道路です。ダイヤマーク2つあったよと、ああそこに白いひし形マークあるよねと、見つけられたら、その先視線を少し先に飛ばしてください。そうすると横断歩道が、ね、必ずあります。そして横断歩道があったら、まずはアクセルから、ね、足を離していただいて、渡ろうとしてる人いないかなってね、そんなところをこうキョロキョロっと見ていただいて、もし誰か渡りそうだなって思ったら、ちゃんと減速していただく。明らかに誰もいないよということであれば、そのまま進んでいただく。こんなことでですね、歩行者優先というのをですね、なんていうんですかね、しっかり守っていただくことでですね、横断中の歩行者が車にはねられて亡くなるっていうですね、事故、これがですね、かなり減らせるんじゃないかと思いますので、どうぞ皆様ご協力をよろしくお願いいたします。それではですね、説明が長くなりまして申し訳ありませんでした。最後に、赤い服を着た、女性警察官、フレッシュアイリスという愛称が、ついてありますけれども、こちらのですね、演技のついた曲を2曲続けて、お楽しみいただきます。曲はミッキーとスイングスイングスイングです。どうぞお楽しみください。
はい、愛知県警察音楽隊の演奏演技お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございました。私たち愛知県警察音楽隊のですね、演奏演技はこれで全て終了となりますけれども、この後ですね、午後3時からちょうど皆様から見てですね、ちょうど後ろ側の、芝生の方でですね、警察の警備犬によるですね、デモンストレーション、が、予定されております。また今日はですね、3時半頃まで後ろの方で、パトカー災害対策者の展示であったりですね、交通安全のに関するですね、歩み号っていう、様々な、ゲームやなんかも積んだですね、トラックの、体験等もやっておりますので、ぜひそちらの方もですね、足をお運びいただきたいと思います。愛知県警察音楽隊の演奏演技、これで全て終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。